ごきげんよう。俺はガラクタヤオールド、世界一の転売ヤーだ。今回はツイッターを見てたら偶然見かけた一番くじ限定の SH フィギュアーツの価格予想をしていくぞ。まず情報から。1回700円で700円、安いです。はい、安いです。で、稼働開始日が10月から。まあ10月のね、コンビニはきっと地獄になるだろうね。じゃあ各種フィギュアーツの価格予想をいってみよう。まずセイバー、多分一般販売分が売れ残ってるから2万円が限界かな。ゼロワン、本家よりリアライジングをしてるから間違いなくこいつは高い、3万円。仮面ライダージオウ、なんかいける気がするから3万円。ちなみにこれについては S 先輩は2万5000円ぐらいが妥当じゃないかと予想してました。多分俺は3万だと思ってます。ビルド、早く小説出してください。5万円。